M65 は、獅子座にある、渦巻き銀河である。獅子座の三つ五銀河。右上が M、M65。M65 は M66 や NGC3628 と非常に接近して見え、獅子座の三つ五銀河とも呼ばれている。三つの銀河はいずれも、獅子座銀河群に属している。中心部が明るく、周囲が拡散して、やや不鮮明な楕円に見える。双眼鏡では、 M66 のみ見えることが多い。ンチ1 0トルの望遠鏡では中心部の構造が分かり始める。ンチ2 0トルの望遠鏡では3つの銀河の存在が明瞭に観察できる。M65 は中心角が割れたような感じに見える。1780年3月1日にシャルル・メシエによって M66 と同時に発見された。メシエは 非常にかすかで星はないとしている。ウィリアム・ハーシェルは非常に輝く星雲。南北方向に広がり計中に明るい核があり、周りは急に拡散していると記した。ロス教は1848年に奇妙な星雲。左側に明るい核がある。やや髪型と右側に異があり、過剰。核の部分だけよく分かれるとし。 1854年には核の片方に暗い場所があるようだとした。2013年3月21日、日本のアマチュア天文家、菅野松尾によって、通型超新星 SN2013AM が発見されている。菅野は、この発見により、水星、新星、超新星の新天体発見三冠を達成した。ありがとうございます。